神奈川県相模原市の知的障害者施設、津久井やまゆり園で入所者19人を殺害した罪などに問われた元職員、植松聡被告に対し、横浜地裁は、死刑を言い渡しましまた。植松被告は2016年、津久井やまゆり園に侵入し、当時19歳から70歳の入所者19人を包丁で刺して殺害し、 職員2人を含む26人に重軽傷を負わせました黒いスーツ姿で現れた植松被告横浜地裁は犯行は計画的で精神障害が犯行に与えた影響もないと争点になっていた刑事責任能力を認めましたその上で19人の命を奪った結果は他の事例と比較できないほど甚だしく重大で 酌量の余地は全くないと、検察側の休憩通り、死刑を言い渡しました。判決の読み上げ後、植松被告が。最後に一つだけ喋っていいですかと手を挙げたものの。裁判長に制止され、裁判は閉廷しました。ご遺族の皆様。まあ、怪我をされた方、被害に遭われた方々の。まあ、多くの方が、あの、望んだ。 刑が下されたというふうふにあの感じておりますこの事件を起こした背景とか、本当に正直、この裁判では全然語られないまま終わってしまった、残念な裁判になってしまったんですけど、ご遺族の方は、これで一組についたのかな上松被告が明日から2週間以内に控訴しなければ、死刑が確定します。 上松被告は裁判を通じて差別的な主張を繰り返し死刑の判決を受けても控訴しない意向を示していました。